大体2分でわかる忍びの一時。では留守を頼みます。はい。遅れて参上とは、さすが腐っても天下の伊賀忍者か。失礼いたしました。西賀衆は甲賀の傘下に入りました。また風魔島も甲賀の傘下に。本題に入ります。長年かけて守り続けてきた我々の均衡が脅かされています。甲賀の里によって、甲賀による侵略を受けた里に今この場で証言していただきたい。我々備前流は甲賀の侵略を受けました。今は私一人で里の者全員を養っています。すべて甲賀のせいです。イボロ君、どうやら皆大なり小なり。あなたを拘束します。会議中失礼します。美濃部鬼神丸殺害の決定的証拠を発見いたしましたこと報告させていただきます。かろうじて残っていた映像データを抽出することに成功しました。伊賀の人格が出す音の周波数と波長が 99.7% 一致しました。ご同行願えますか。なぜ今まで隠していた。これは空寿司。鼻が鈍ったんじゃないですか。母さんが当主から伝言だ。伊賀を頼むと。桜庭一時が当主代行を務めさせていただきたいと存じます。母が帰ってくるまでですからね。伊賀当主桜庭由美か。あなたに死刑を言い渡します。